ご視聴いただきありがとうございます。ハチノでございます。今回はテレグラムの暗号通貨トンですね。このトンネットワークの暗号通貨を管理できるアプリを解説していきます。で、トンスペースウォレットですね。テレグラムの中にある、まあ、暗号通貨のウォレットということで、ね、新たにアプリをインストールする必要がないので、テレグラムをお持ちの方なら、そのままテレグラムの中で暗号通貨が管理できるというアプリになります。はい。で、最近ですね、テレグラムのアプリかなり、ね、出てますね。はい。こんな感じで私もいくつか解説してますけれども、ね、この辺のね、アプリで稼いだ暗号通貨、これを、まあ、出金したりするときにトンウォレット必要になりますので、ぜひですね、テレグラムのアプリ持ってる人はトンウォレット、トンスペースウォレットですね、作っていただいて準備いただくのがいいのかなと思いますので、その作り方ね、詳しく解説していきます。はい、それではね、いつものように QR コードを読み取っていただいて、この QR コードを読み取っていただくと、こんな感じでね、ウォレット作成画面になりますと。はい。で、テレグラム開いてこの作成画面になりますので、まあ、他のね、テレグラムアプリと同じように、まずはスタートと押してください。はい。そうすると、こういう画面が出てきますので、ここですね、オープンウォレットというところを押してください。はい。そうしましたらですね、まずは、Terms of Use ということで、利用規約ですね、はい。チェックしていただいて、で、Continue と押しますと。はい。そうしましたら、こんな画面になりますので、はい。ね。テレグラムウォレット作りますよということで、レッツゴーというところを押してください。はい。で、言語選択画面になりますけれども、残念ながらね、日本語がね、探してもないので、まあね、お好きな言語で、まあ、とりあえず英語でいいのかなと思いますので、はい、これでチェックしていただいて、はい、そうするとこういう画面になりまして、ね、まずはウォレットができましたよと。はい。で、ここに、トンスペースウォレットというね、トンネットワークのウォレットを表示させますので、この左上の歯車マークですね、押してください。はい、そうしましたら、こういう画面出てきますので、ここにですね、一番上にね、小トンスペース、まあ、ベータ版ね、ウォレットありますよということで、このスイッチを緑色にしてくださいと。はい。で、緑色になりましたら、バックで戻っていただくと、ここにね、トンスペース、ベータというね、トンスペースウォレット出来上がってますので、ね、今後、トンチェーンの暗号通貨、やり取りするときは、このウォレットの上でやっていくということになります。じゃあね、このトンスペースを押していただいて、はい、開いていただくと、こんな感じで、Your トンスペースということで、チュートリアルね、3つ画面ありますけれども、まあ、見ても見なくても大丈夫なので、スタート、エクスプローリング、トンというところを押してください。はい。そうしますとね、こんな感じで画面が出てきまして、ここにね、トンネットワークのあなたのこのウォレットのアドレス表示されていると思います。はい。じゃあですね、まずはね、バックアップね、しようということで、バックアップ、via e-mail というところを押してください。はい。そうしますと、ここにですね、アドレス、メールアドレスですね、登録する画面出てきますので、こちらにあなたのメールアドレス入力していただいて、はい。入力したら、continue と押してください。はい。そうしましたらね、メール宛てに、こんなね、6桁の数字、認証コードが出ていると思いますので、このコードをこちらに入力してください。はい。そうしましたら、この画面ですね。この画面でまた、歯車マークですね。押していただいて、そうすると、ここにですね、はい。タップトゥービューフェイスということで、こちらのボタンを押すと、ね、パスフレーズが出てきますので、これを、まあ、コピーしていただいて、どこかにね、メモっていただくと、ね、残していただくと。で、これですね、スマホとか変えたときに、またね、このウォレット復活したいよというときに使いますので、まずはね、絶対になくさないでくださいというのと、ね、かつですね、誰にも教えないということで、ね、よく詐欺にあって暗号通貨の中身、全部抜き取られちゃったっていうのは、このパスフレーズを何らかの形で教えちゃったりとかね、なんかこうね、困った時にサポートみたいなところに連絡したら、パスフレーズ入力画面があって、で、これを入力しちゃったというと、ね、誰かに教えたことになるので、はい、絶対ね、これ誰にも本当にね、どんな問い合わせ受けても、パスフレーズは絶対誰にも、本当に仲の良い友達にも教えないと、もう本当に金庫の鍵と一緒なので、絶対ね、なくしてはいけないし、誰にも教えてはいけませんということなので、しっかりね、バックアップ取って誰にも教えないということを徹底してください。はい。で、しっかりね、
はい、残していただいて、メモっていただいたら、またね、はい、戻っていただいて、そうするとこういう画面になりますので、で、ここでこの表示されているウォレットアドレスね、ですね、これをいろんな、アプリのね、あなたのウォレットアドレスを指定してくださいとかいうところに貼り付けていくことになります。はい、じゃあね、ここボタンを押すと、はい、コピーされますので、ここにね、アドレスイズコピードトゥークリップボードということで、ここの、ね、アドレスをタップするとコピーされますので、コピーしたら他のね、暗号通貨のアプリに貼っていきますということになります。はい、で普段はですね、このテレグラムメニューの中のこのウォレットというね、はい、このチャンネルになりますのでね、このいろんな多分チャンネル登録してあると思いますけれども、ウォレット開きたいときはウォレットというチャンネル見つけていただいて、で開くとこういう画面になりますの でアドレスコピーしていろんなアプリに貼り付けていただければと思います。はい、で例えばですね、私がね最近おすすめしているこのソコというね、ソコ犬というミームコインなんですけれども、このアプリでもね、トンチェーンネットワークのアドレス、ウォレットアドレスを貼り付けるところがありまして、まあ、先ほどコピーしてきたやつをこうですね、ウォレット追加というところで、でここにね、メッセージというところにコピーしてきたウォレットアドレス貼り付けて、で送信すると、はい、登録できますので、まあ、詳しくはね、こちらのサムネイルの動画を見ていただいて、ね、エアドローをかなりたくさんもらえますので、ぜひね、そこ犬もやっていただきたいんですけれども、まあ、そんな感じでですね、たくさんのテレグラムアプリで今後ね、ウォレット必要になっていきますので、まあ、こういったね、頑張ってマイニングしたりタップしたりとね、アプリで稼いでいただいていると思うんですけども、こういったアプリのトークン、上場するときにですね、上場した後ですね、はい、出金したりするのに、トンネットワークのウォレット必要になりますので、今回ね、トンスペースウォレットの作り方紹介しましたので、ね、必要なときは今回紹介したウォレットアドレス入力して出金するということでね、今のうちから作っていただいて、はい、準備していただければと思います。で、これまでにですね、まあ、いろんなテレグラム上のボットアプリですね、解説していますけれども、まあ、これらのアプリね、概要欄にアプリと、あとは解説動画の URL 載せときますので、ぜひですね、テレグラムボットアプリね、やっていただければと思います。で、特にですね、私が今ハマってるのがこのね、ソコ犬というアプリですね。あとは、ミームファイとか、あと、ハムスターコンバットなんてかなりね、今、盛り上がってますので、ね、まあ、私が解説してるやつね、全部やっていただければ結構楽しめるんじゃないかと思いますので、参考にしていただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。